ハルハ。ハルハ、モンゴル語、天社、国英、コルカ、中国語、各自各敬派系は、近世モンゴルの一部族であり、現在のモンゴル国の多数派民族である。中国の内モンゴル自治区にも、ハルハの一部が住む。ハルハの起源は、元朝の左翼五頭家である、ジャライルブムカリ国王家の所管に遡り、その名称は、ハルハ川に由来する。 1487年に、モンゴルのバトモン家が、ハーンの位についたヤンハーンと名乗ると、モンゴルを左翼と右翼の大きく二つに分け、さらに左翼を、チャハル、ハルハ、ウリアンハン、右翼を、オレドス、トゥメと、ヨンシエブに分けた。この六つの大部族を、トゥメン、万人体といい、ハルハブは、ハルハトゥメンとも呼ぶ。ハルハトメンには、ダンハーンの第五子アルジュボラトと、 第十一シュゲレセンジェが婿に入り、その主張となった。モンゴル宗家である左翼のチャハル部長、ダライスン・ゴデン・ハーンと、右翼のトゥメト部長、アルタン・ハーンとの間で、争いが起きると、ハルハブは二つに分かれて、それぞれにつくこととなる。1547年、アルジュボラとの配下部族は、ダライスン・ハーンに引き入られて、大公安霊山脈の東に移住し、その五人の孫にちなんで、 後に五部、ハルハ、多部男ルハもしくは内ハルハと来れる。ゲレセンジェの廃下部族は、アルタンハーンにつき、その七人の子にちなんで、後に七木ハルハ、ドローホシュンハールハもしくは外ハルハと呼ばれる。ただし、七木というはあくまで名称であり、実際には十三部に分かれていた。外ハルハは後に、外モンゴルとなる。ダヤンハンの死後、その母方の部族であるウリアンハンが反乱を、 起こしたので、ウリアン藩以外の左右翼トゥメンは1538年に、ウリアン藩を討伐し、部族を解体した。東隣であったナナキュハルハは、ウリアン藩の一部を吸収して、牧地をハルハ川から西方に広げ、現在のモンゴル国中央部県警山脈から、半外山脈まで達することとなった。このように、広大な領土を支配するようになったナナキュハルハは、 大きく二つに分かれることとなり、ゲレセンジェの長子シ支配の系統は、右翼、ゲレセンジェの第三子ノのノホの系統と、第五子アミンドルの系統は、左翼となった。1580年代前半、ノのノホのコアバダイは、アルタイ山脈の北でオイラ島を破って有名となり、1585年に、旧モンゴル帝国の首都カラコルムに、仏教寺院エルデニ城を建立した。 翌年、1586年には内モンゴルに出向いて、巡釈中のダライ・ラマ三世に越見し、法の大根号を、ノムミイケ・オチル・ハーンの称号を賜り、ハルハブで最初のハーンとなる。彼の子孫は後に、ハルハ左翼の名手とシェト・ハーン家となる。アバダイ、ハーンの死後、オイラと討伐を引き継いだのがアシハイの孫、ライフル・ハーンであり、彼の子孫は後に、 ハルハウヨクのジャサクトハーン家となる。これにアミンドラルの子孫のチェチェンハーン家を加えて、サンハーンと呼ばれる。ライフルハーンのオイラと討伐で戦方を務めたのは、いとこのウバシ本大寺で、彼はアルタンハーン、黄金河岸の井で、十六世紀後半にモンゴルを再統一した、トゥメト部長アルタンハーとは、別人と名乗って、ロシアと関係を持ち、ロシアからモンゴル王と呼ばれた。 しかし、ウバシ本体寺は1623年に4、オイラトゴ合軍の侵攻にあって殺されてしまう。このことは後に、オイラトの英雄女児子,子、ウバシ本体寺殿として語り継がれることとなる。ウバシの子バトマイルデニ、本体寺、オンブエルデニは、父の後を継ぎ、二代目、アルタンハーンとして、ロシアと外交した。1639年にはロシアに、初めて茶をもたらした。 1652年、バトマは老衰のため、この老ジャン、エリンチン・ロブザン大臣に上位し、1659年に死去した。1662年、三代目、アルタン・ハーンを名乗った、エリンチン・ロブザン大臣は、宗主にあたるジャジクとハーンの暗宿を襲撃して、殺害した。これによって、エリンチンは、ハルハ左翼の都政とハーンとオイラとのガ丸部長宣言。 から追われることとなり、1667年に捕まる。しかし、この混乱で生じた属民の返還について、右翼のジャサ作とハーンと左翼のトシェへとハーンとの間で内紛が勃発し、結果的に、ジュンガル部長、ガルダンの侵入を招いてしまう。1635年、春ハ左翼の中で最も東にあったチェチェンハーンが、真に、初めて友好施設を派遣した。 これに続き、左翼宗主の都市へとハーンも1637年に通行し始めた。こうして、ハルハの領主たちは、独立を保ちつつも、清との関係を持ったため、1655年には、左流翼4名ずつ、計8名の領主が、新朝から、蛇作、基朝に任命された。ハルハの領主たちは、真の支配下に入ったわけでなく、長江部族。 イコール同盟国扱いだったため、清川側から、外邪作と呼ばれた。十七世紀、ロシア帝国は、シベリアに進出し、東へ領土を広げた。その際、周辺の諸部族から毛皮などの高納品を集めるため、貸しに取りでもしくは要塞、オストログと呼ばれる、東映地を建設していっ、一旦は清によって、国立港、アムール川一帯から駆逐された、ロシア人であったが、 震度国境紛争、バイカル湖の東の地、ザバイカリエからモンゴルに侵入し、再び国立港地域にやってきて、ネルチンスク要塞、1654年、ダウリア行政区、1656年、セレンギンスク、1665年、ウダノ東栄地、後のウェルフネウジンスク、1666年を建設した。ザバイカリエには、ハルハの高農民である。 ブリヤート人やエベンキ人が住んでいたが、ロシア人の進出によって、彼らがロシア側の高農民となったため、ハルハの漁師たちは何度もロシアに抗議した。抗議が通じなかったハルハ左翼のトシへトハーンらは1681年から1682年にかけてザバイカリエに攻め込み、ネルチンスクに迫った。1685年、キヨシがアルバ人攻撃を開始すると、 モンゴルの部隊がセレンギンスクとウジンスクを包囲した。ハルハの大軍は1688年に再びセレンギンスクとウジンスクを包囲したが、モンゴル軍の完敗に終わった。俗民の返還をめぐって、ハルハの左右翼で内紛が起きたため、1686年、真の後期帝はダライラマ五世の名大元殿大宋インザスの 立ち合いのもと、トシェート・ハーンとジャサクト・ハーンを召集て解明を開いた。ところが、トシェート・ハーンが族民の半分しか変換しなかったため、翌年、1687年、ジャサクト・ハーンのチェン軍、聖魂は、オイラとのジュンガル部長ガルダに援助求めようとジュンガル部へ向かった。これを知ったトシェート・ハーンは、チェン軍を追跡して殺し、ついでにジュンガルと交戦して、 ガルダンの弟も殺した。1688年春、ジュンガルのガルダンハーンは3万の兵を率いて、ハンガイ300を超え、トシェートハーンの軍を破った。ガルダンは軍を2手に分け、1体は仏教寺院エルデニ城を攻め、1体はケルレン川に進んで、ハルハ左翼のチェチェンハーンの遊牧地を略奪した。これによって、ハルハブは大敗北を喫し、 三を乱した数十万の族民は、五尾砂漠の南、内モンゴルに逃げて、真の法を求めた。後に、ハルハ全土が、ハルハ王家の統治下になった際には、新朝皇帝から借位を授けられる形で、ハルハ統治を行うことになる。1691年、ドシェートハーンのチャグンドルジとその弟ジェブツンランバは、元朝の夏の都であった上都の跡地で、 真の高規定に真珠を誓った。この時、ハルハヒダ流浴の領主たちも列席したため、オイラト部族連合を除くモンゴル民族は全て真の支配下に入ることとなった。しかし、ハルハの遊牧地である幕北はガルダンの支配下になっていため、高規定は彼らの遊牧地確保のために、純ガル討伐に乗り出す。あくまで大義名分としてである。1696年。 こう規定はゲン・ウラーン・バートル氏の東方30キロに、あるジョーンモドの地で、ジュガル軍と激戦し、壊滅させた。翌年、1697年、息子に裏切られたガルダン・ハーンはルローの末病死する。こうして、幕北に戻ることができたハルハブであったが、1731年になって再び、ジュンガルの侵攻を受けた。翌年、 1732年にもジュンガルが侵攻したため、都市へと半部のダンジンドルジ神皇とエフツェリンが、率いる2万は、ジュンガル軍を撃退した。この功によって、エフツェリンは新朝から数広し神皇、補守一万に封ぜられ、大抜き殺かつ、蛇作に上り、養精帝から、長遊の称号を授かった。エフツェリンは1733年に、邸編左副将軍に任命されて、 ボブドに駐在し、ジュンガルとの国境確定交渉に当たった。1739年に確定したハルハ諸部とオイラト諸部の境界は、現在のモンゴル国西部のザブハン県東端を流れるブヤント川を境とし、オイラトの遊牧はアルタイ山脈を越えないこと、ハルハの遊牧もアルタイ山脈の北までと決まった。新朝支配下のモンゴル人は、満州人の八期制度に準じて果た、 保守運を基本単位とし、旗ごとに、牧地を指定した。機長、蛇クは、世襲制で、元のモンゴル諸部族長が任命された。猛虎遊牧期において、ハルハ諸部は、外、と猛虎ルハ四部八十六期に分けられ、かつての三半部に加えて、サインのヤン部がハルハ四部の一部となっている。新潮は、サイノヤン部と蛇作と半部を管轄するために、 底辺左副将軍を置き、チェチェンハーン部とトシとトハーン部を管轄するために、クーロンこと大臣を置いた。20世紀に入ると、新朝はモンゴルに対する行政改革を行い、仏教僧侶の優遇をなくし、農地保護政策、漢人入りも禁止令をやめて、モンゴリアへの漢人入植を促した。これによってうちモンゴルの巻地が減少したため、 外モンゴルのハルハではこの対盲新政策に反発し、半信、半官感,感情が高まっていった。1911年12月29日、ハルハの王公たちは、チベット出身のジェブツンダンバ八世を皇帝、ハーンに衰退して、清からの独立を宣言した。それまで、ボグドゲゲエン、お成人様と呼ばれていたジェブツンダンバ八世はこれ、以降、 ボグドハーンと呼ばれるようになる。よってこの政権をボグドハーン政権と呼ぶが、国号はあくまでモンゴル国であった。ボグドハーン政権は1924年にモンゴル人民共和国に変わり、1992年に現在のモンゴル国となっていく。現在のモンゴル国の領域はかつての外モンゴルであり、そのほとんどを占めていたのがチェチェンハーン部、トシエトハーン部、 サインのヤンブ、ジャサクトハーンブといったハルハの部族であった。よって現代モンゴルを構成する国民のほとんどはハルハの子孫ということになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。